サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルです。はい、ということでお兄ちゃんやってきてまいりました。ようやく前回の動画見たら分かると思うんですけど、地獄みたいな企画から解放される時、ついにありがとうございます。帰ろう、もう俺全然もうね、この後普通家帰って、もうコーヒーちょっと飲んで、ちょっと昼寝して、でもう一日を優雅に過ごすでいいんだけど、はい、あるじゃん、後ろに人力車が、人力車観光しよう。よくでも乗る2人で、2人でもう行って。まあ、ってことで、前回の動画にも言った通り、本日は人力車に、はい、僕が乗ってきます。とユンチュル、2人で乗車で。ユンチュルは減量で押します、今回。無理でしょ、ガチっす。やっちゃいけないから、ダメでしょ。カメラの奥に、はい、普段人力車を押されてるプロの方々に来てもらってるんで、今日はちゃんとヤンは講習を受けて、減量をさらに有酸素有酸素をして大会に完璧な体を持っていくための企画でございます。お前が寄り添う姿勢が欲しいって言ったじゃん、これ。はいね、食わない、お前が動く、お前のためになる企画。全部さす、違うでしょ、さすがにガチガチ。もうお前の服も用意しちゃう。この後着替えて行ってもらうから。そうですよね。はい、はい、もうリアルガチな YouTube だから。さ、本当に人間不信になってくるよ、そろそろ。いやいや、全部さ、行かないじゃん。いや、ごめん、悪いけど、何を用意しても、いや、ちょっと待って、ね、で毎回さ、そうやってさ、なんかメガキャンするのどうなの。やろうよ、前向きに。ピンチはチャンス。減量とかで騒ぎじゃないぞ。本当にやっていいやつ。しかも見てこの天気、押してくださいってお天道様が言ってるよ。お兄ちゃんを押してあげる。行くとこまで行ったよね、本当に。あの減量の大会数週間前のやつに人力車はもう腰に来てんだって。いつも有酸素なんてやって、まあ、30から40、まあだから30から40今日もうバーって気持ちよく環境変えるだけだろ。やったよ、もう朝起きて。だからダブルスプレッド2回終わってるやん。1日2回、俺やってたから。朝40分夜40分燃えるんだね。燃える燃える。本当にできるの。できる。もう入ってる。できないよ、ちゃんと講習受けてね。お兄ちゃんを運ぶと。浅草危ないね、本当に。勝利を手にする人力車やるよ、じゃあ。原いいよ、行きましょう。乗ってよ、じゃもう分かんない、本当にできるんだって。講習受けとりあえずお前着替えてこい。俺待っとくから、よろしく。しゃ、本当に楽しみだな。人力車、俺自身も実は初めて乗るからね。初乗りがヤン、うん、初乗りがヤンだ。ちょっと不安でもあるけど、来た。でも働いてた。え、乗ってくる。やってた。 お兄さん乗ってきますか。あ、乗って浅草。うるさい。でも様になってんじゃん、めちゃくちゃ。なんで着替えもあるの。ちゃんと用意してる。そっちの気合入るでしょ。めちゃくちゃ気合入ったよ、なぜか。とりあえずめちゃくちゃいいよ、足もいい感じじゃん。足は焼けてるから。そうか、足が普段やってるかのような日焼け具合だもん。いや、そう、確かに完全にもうヒサロなんだよこれ、実はヒサロです。お兄さん乗ってきますか。乗ってきますか。ちょっと軽く、まだ研修受けてください。あ、事故るんで。とりあえず研修受けてもらって、はい、それから行きましょう。本当にやるんだね。本当にやる。やりましょうか。はい、お願いします、はい、お願いします。お願いします。お願いします。お客さんの方で、はい、持ち上げる。まず手から。そうです。で、その後も、はい、下ろす時もしゃがんで、ゆっくり。お客さんの目見てね。下からです。はい。出たんす。あ、お客さん倒れそうだよ。大丈夫ですか。こんぐらいか。そうですね。それぐらいが水平です。ここら辺だな。はい。OK です。そうです。持ち手は、持ち手はここを持つよ。こうです。はい。片手こっちとかでもいいです。こういう感じか。あー、なんかよく見るわ。押す感じで、その後は。いいですか。はい、大丈夫です。おー、なるほどね。はいはいはい。あー、すごいわ。そうです。左側ですね。これは。右曲がれません。指示機見てください。あ、これじゃあこれ自動車なんですか一応。これ自動車です。軽車両扱いなので。軽車両なんだ。はい、道路交通の方が。あ、なるほど。今はこれが斜めになってるので、はい、ちょっと身長高いんでやりづらいと思います。ちょっと引っ張る。そうです。これぐらいがベストですか。はい。なるほど。この辺ずらいやばくないか。俺まさか自分の人生で人力車やることになると思ってなかった。押す側ね。ちょっとまだ大丈夫かな、いけるかな、この運転手大丈夫。これ鬼ペーパードライバーだけど大丈夫。えトカチェフやん。用意してあんの、研修生。え、こんな用意してんの。
ガチじゃん。ガチじゃん。マジっすか。真ん中につけると。お前しばらくやったら働けるから。自己紹介する。が、あ、なるほど。お願いします。ヤンでお願いします。はい。ヤンでお願いします。はい、ヤンで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。重い？いや、あ、そうですね。そんな止まればしっかり止まっていただいて、で、よし、左で、左です。いや、押さえ始めたら横になってる。あ、片手はどっちか。こう止まるときも早めに減速。あ、どう。あ、結構来るね。でも、止まってるよ。やっぱりね、研修生とプロの違いは、走ってる時はね、この揺れがね、やっぱあるんだよ。俺思った。すごい。ぶれないもん。でも、なんかヤンにこう、導かれてるの悪くないね。この面やばいぞ、今。こんな感じ。どう後ろかなって。いいよ、俺。いや、結構たくましい背中だよ。どこ？うん。あ、そうそう、あ、だいぶ良くなって。だる。だる顔。あ、きつくないか。な、研修。研修でもう出し切った。やばいぞ。末期で人力車もう行かれてんのよ。マジで。変化進んでる。進みすぎてる。やばいんだけど、これ研修今終わったの。研修今本番あんのこれ。こっから本番。マジで雷門でゴールにしようですか、うん、そうですね。死にそう。俺の多分身長が高いっていうのはあるから、うん、常に中腰、常に空気椅子、常に空気椅子状態でしょ。パワーポジションでしょ。もう血管がもうどんどん出てくるんだよ。すごいもん、血管が。結構出てきちゃってるよ。いいね、いいね。有酸素なもん、ただの。卒業バージョンも用意していただいて、卒業させていただきました。今日からもう正式に働かせていただきます。では、トカチョウヤンさん、今日はよろしくお願いします。あ、ヤンです、よろしくお願いします。乗ってきますか。その時だけガチなんだよね。乗ってきますか。乗ります、はい、はい、お願いします。じゃあいいですか、これ乗っちゃって僕。あ、どうぞ。今日はどちらから。今日はですね、はい、そうです、今日はまあそこらさっき金谷もブラシートベルトの着用だけお願いしたいです。聞いといて、お前、接客スキル、お前、D なんだよ。シートベルトだけ、安全のため。もし寒かったら、毛布。全然寒くないです、はい。じゃあ、行きましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、さっきのルートで、そのまっすぐ行きましょう。あ、はい。はい。じゃあ、本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、集中してます。じゃあ、行きますよ。左からで。はい、よろしくお願いします。さあ、始まりました。サワヤン兄弟の浅草の旅、人力車編。ちゃんとあの道案内もしてね。あのこの浅草の魅力、ちょっと私わからないんで全然。あまり浅草は、今日は浅草初めてですか。いや、まあなんかあの来たことあるんですけど、こうやって人力車に乗るの初めてなんで、まあ、ちょっとこう、なんですか、人力車魅力であったりとか、このまあ雷門とか、そのお寺の方とかには行ったことあるんですけど、この浅草の街の魅力とかはあんまりそんな詳しくはないんで。そうですよね、結構大体皆さん最初雷門とかそういったところに行かれがちですけれども、でもこう浅草の魅力ってやっぱこういうまあ裏路地というか、やっぱ人情深い街なんで。あ、そうなんですね。はい、下痢と人情が溢れてる街です。なるほど。こういったところも結構見応えありますよ。確かにお兄さんのその喋り方聞いてるとなんか非常に温かみを感じますね。いや、そうです、本当に温かい人たちばかりなんで、僕もここが地元なんですよ。この兄弟よう喋るな。この兄弟よう喋るな。あの大丈夫です、皆さん、これあの多分 2,3 分後にお互い無口になって、あの荒い息遣いしか聞こえてこないから。こんにちは、こんにちは、頑張ってください。ありがとうございます。もう見てる人はもう何が起きてるんだってなってる。いや、あの正直俺が一番それだからね。何が起きてるの本当に。ヤンさん、ちょっと左寄りましょう。あの自己紹介をしてみましょうか。自己紹介を僕にしてください。ちょっと自己紹介遅れましたけれども、私、はい、ヤンと申します、よろしくお願いいたします。これで背中向けながらで大丈夫ですか。一回止まりますよ、ね、一回止まるんですよ。自己紹介するときはで下ろしていただいて、もっとまで大丈夫です。あ、もっとまで、はい、自己紹介です。はい、あの自己紹介あの遅れて申し訳ございません。神々かよそこは。はい、私
ギャンと申します、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は本日よろしくお願いします。では行きますね、はい。なんか筋肉すごいですね。なんかやられてるんですか？そうですね、今ちょっとビジネスという競技やっておりまして、はい、はい、あの大会2週間後ぐらいに控えてるんですけども。あ、そうなんです。え、あのなんかてっきり僕人力車ですごい鍛え上げられた筋肉かなと思ってたんですけど。あ、ちなみに人力車のために鍛えております。あ、なるほど。あ、ちなみにこの人力車というものを始めて、はい、もう今結構長いんですかね？そうですね、結構長いです。10分、まあ、2、30分ぐらいです。長いですね、それは、はい。もしあのスピード上げたいようでしたら、あの全然お気軽に。あ、そうですね、まあでもなんか今日ちょっと天気も少し厚めなんで、全然あの、はい、この外の風というか感じるぐらいのスピード感で、あの、ね、向かっていただいても全然大丈夫です。喋りながらこの大好きですね、これ、はい、許さないからな、マジで。はい、お客さん行きますよ。お願いします。左です。左曲がったら一旦左寄ってもらっていいですか？はい、車も曲がります。左折します。車に抜かれるんでね。はい、向かっていいですよ。はい、それじゃお客さん行きます。よろしくお願いします。あ、いいですね、だいぶスピード感出てきましたよ。代謝いいですね、お兄さん。いやちょっとすごいっすよ。あ、ちょっと穴青信号渡りたいっすね。渡りたいっすね。この右曲がっちゃって大丈夫っす。はい、お兄さん、あの歩行者信号だけ見て行かないように。あの車についていいか？はい、大丈夫です。半端ねえぞ。お願いします。アウトコースからジャンゼリでもいいと思いますよ。行きましょう。車この車先行かして。いやこれいいっすね、気持ちいいっす。どうですか、お客様、今のところ気持ちいいですか？いや、悪くないですね。結構 またやりたいなって。まあ、もう全然もういつも私毎日行ってますよね。あ、本当ですか？はい、もうお気軽に。一回この設定を解除して、今後俺、出社するとき、ヤン、これ頼むわ。迎えに来て、これで。本当ですか？全然もう行きますよ。迎えに。これで？ああ。こうやったら俺、YouTube 頑張れっから、俺。俺、だから疲労骨折するよ。本当に。さあ、また右後ろ見ていただいて。はい。あ、行けるわ。さあ、お客さん、そろそろ雷門近づいてきましたから、ね、確かに近づいてきました、はい、左手に見えてくるんでしょうかね、これ。左手に見えてきます。これ乗ってる方も相当目立ちますね。そうですね、うん、しかもこれ被ってないからもう顔目立ちないよ。さあ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 、汗が滴り落ちるの気づいてる。汗がすごい。おい、心臓がバクバクなんだけど、マジで本当にヤバいんだけど、本当に。え、何、もうしんどいですか？もう無理ですか？あ、全然ないですよ。どうですか、お客様？一応今日2時間ぐらいは乗ろうと思ってたんですけど。あ、もう全然 2時間、3時間関係なく、もう夜まで行ってますよ。さあ行きましょう。ほら、抜かれてますよ、お兄さん。頑張ってください。ここら辺で、ここら辺で入って一旦ストップ。停車していいですか？あ、もっと前でもっと前。で、前入っちゃってください。前行っちゃって。あっつ。そしたら今そこにある車の前に減量頑張れ、減量かけますので。やべえ、喋るよりマジなくなってきた。やばい、うん、本当に。左ばかり。次やらせる。次やらせるから絶対。そこに止まりますので。そこに止まれる。はい。はい。まっすぐ行っちゃって大丈夫です。まっすぐ。マジやらせるから。ただそこの車の後ろに止めますので、はい、ギリギリまで詰めちゃって。はい。お帰りなさい。はい、オッケー。お帰りなさい。お帰りなさい。じゃあお客様、お疲れ様でした。お疲れ様でした、お客様。ありがとうございました。いや、楽しかったです。あ、こちらお疲れ様です。はい、じゃあどうぞ。はい、よし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 、はい、オッケー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 。まあまあまあ快適だった。な、何これ何これ、ね、あつやべ。これじゃなくて浅草の人たちがいっちゃんびっくりしてる。あつやべ、ね、何これ、やばいよ。立ちました、立ち。快適な、なくなったぞ。快適な浅草だった、めちゃくちゃ快適だった。何が面白いですか、ね、いやすごかったね、汗ダクダクすぎないか。いやでもセンスあるよ、才能あるわ。
ね、ちょっと大丈夫だ、まあ、そこまで、うん、もうちょい練習すればって感じ、うん、なら、まあ、あの今後ちょっと、一時期 YouTube 一回クビにして、お前をなんでだよ、しばらくはあの大会まではこっちで減量も兼ねてやっぱやっていこう、人力車で仕上げる、うん、新しい減量方法、いやいや IFBB プロにもちょっと伝説させていこう、ちょっと楽しかったんだけど二度とやりたくない楽しかったんだけどね、すげえ楽しくて充実しちゃうんだけど、やる時に間違えた、ちょっとかなり間違えてる、なるほどね、絶対言っちゃいけないこれ、減量中の人すごいいい汗かいてやばいよこれすごい申し訳ないけど、もう完全に仕上がった、本当に血管もう仕上がりました、もう汗たまんねえもん、腕も足も全部力入る、やばい、しかもずっと中腰で喋るでしょ、信号待ち死ぬかと思って、俺はでも王様になった気分だって、マジで楽しかった、最高だった、誰これ考えたの、あれフェス、いやそうだ、そうなんだけど、そうそうそう、だから俺分かってたよ、次回です、俺の大会終わったらそれで観光するから、フェスもちゃんと銀のマッキーの時、そうちゃんと来てもらうから、俺たち2人を乗せて、そういやそれ決まり、180キロ乗せてもらう、決まりです、いやもう丸くする、ちゃんと練習してんだよ、人力車がミシミシ言うよ、多分タイヤも潰れるだろ俺本気でゾッとするからそのためにこれは頼む、みんなグッズボタン押して、人力車の旅最高でした、ヤンの人力車乗ってみたい人グッズボタンよろしくお願いしますこれ爆上がりだね、これ爆上がりでしょ、さすがにで高評価2万超えたらヤン毎日出勤だよ、おい1週間本当にやめて週間毎日本当にやめて本当にそうなるよ、テスターサットで意外と稼げそうなんだけど多分すごい量来るよ2万どころじゃない可能性ある、ちょっといやダメです、いやでもちょっと、ま、みんなグッドオーダーお願いします、お願いします、まあ、ということで、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、もういよいよ大詰めした減量もやばい、頑張ってください、どんどんエスカレートしてて頑張ってください、企画が頑張ります、はい、ぜひ通知もオン、チャンネル登録、うん、そして高評価よろしくお願いいたします、また次回の動画でお会いしましょう。